八丁沖の戦いは、母親戦争の最中に行われた、越後長岡藩による新政府軍への奇襲攻撃。幕末の長岡藩は、過労、河井継之助の指揮のもとに、軍政改革に成功した。藩兵に、フランス式の軍事訓練を行った。慶応4年に1月3日に、賭場、伏見の戦いが始まると、長岡兵60名は、 旧幕府軍に属し大阪城付近の玉津橋を守ったが、旧幕府軍の敗北に伴い、藩平は長岡藩領に帰国した。河合は単身で江戸に行き、新政府に対抗するための軍事力を持つために大量の武器を購入して、新政府にも旧幕府にも属さず、問題主義の影響を受けた独立特業を主張した。新政府軍の北陸道前方総督府より、 兵士と軍資金を供出するように命じられた時に河合はこれを目殺した。このような長岡藩の態度を問題視した新政府は4月12日へ土城に入場すると北越方面の平定に乗り出した。そして高倉久氏を北陸道沈部総督兼合図政党総督に任命して黒田清高と山形有友が参謀に任命された。 北陸道軍は越後高田に集結して4月21日に三道軍と海道軍の二手に分かれて長岡に進撃を始める。その時長岡藩は河合継之助を軍事総督に任命した。最初は河合は中立を目指した戦いに消極的だったが大列藩同盟が結成された後5月初旬に村上藩、黒川藩、柴田藩、峰山藩、 村松藩ら越後の藩と共に、長岡藩も参加し、奥上え連れ同盟が結成された。5月10日には、江ノ木峠の奪還作戦で偉人を飾る。11日より、朝日山の争奪戦を行い、長岡藩が奪取した。この戦いで、長州の松下村塾の出身の時、山大八が戦死する。一時、長岡城は、官軍の手に落ちるが、同盟軍が、 再び奪還し、その後は、硬着状態となった。北越戦争を描いた浮世絵、越後国品の川武田上杉大合戦の図に八丁沖が描かれている。6月22日に、大沼の生誕の八丁沖で300名弱の長岡藩平による奇襲が行われた。奇襲は成功するかに見えたが、11名が戦死して、敗退した。この奇襲に手応えを感じた河合は、 作戦を立て、7月24日のシニアに、長岡藩兵17小隊約600名と合津藩、桑名藩の同盟軍が、八丁沖を6時間追やして、渡り長岡城を奇襲した。翌朝対岸に着いた、同盟軍は新政府軍を奇襲した。長岡兵は一気に、長岡城下まで攻め込んで、山形有友が指揮する新政府軍を撃退し、長岡城を奪還する。 しかし、すぐに新政府軍が反撃に転じた。長岡藩は62名の戦死者を出して、河合も被弾して、歩行不能になる。この攻撃では新政府軍は、長岡城再落下には至らなかったが、柴田藩の裏切りなどにより、新政府軍が再び有利になると再度長岡城を攻める。そして、29日に新政府軍は、長岡城を再び陥落させる。 長岡藩兵は関東したが、58名の戦死者を出した。残存兵力は、河合津之助を担架に乗せて運び、合図に逃亡する。八十離越を超えて、8月5日に合図領に入った。河合は合図で、松本良順の治療を受けるが、治療の会もなく8月16日に池を引き取った。ありがとうございます。